ハッピーホイールズはファンシーホースが提供する無料のアクションゲームである。ラグドール物理を利用したシンプルなグラフィックとレベルエディター機能が特徴な横スクロール。自分次第のプログラムや作成でコースを作ることができ、世界中のプレイヤーが作ったステージで遊ぶことができる。ホームページおよびゲームは全体的に英語のみでのサポートとなっている。広告から収益を得ている。現在、 ウェブブラウザ版と iOS 版と Android 版がある2020年12月29日、Adobe Flash の終了に伴い JavaScript 版が公開された。操作方法は以下の通り、PC と iOS を含め性能がそれぞれ異なる11種類のキャラクターが登場する。共通する主なシステムとして一定の高さから落ちたり仕掛けにぶつかると、 出血や手足が切断されるなどのダメージを受ける。頭部が首から切り離された場合や胴体が切断されると死亡しゲームオーバーとなる。二人以上が乗り物に乗るキャラクターの場合、あらかじめ本体が決まっており、本体が死亡した場合は基本的に運転ができなくなり、ゴールにたどり着いてもゴール判定も発生しなくなるが、それ以外のキャラクターの生死はゴール判定に一切影響しない。 なお、本体は内臓まで存在し、頭部が破損すると脳が、胴体が破損すると胃腸が飛び出し、全身が破損すると、本体の内部にある心臓のみがスクロールに入る。ありがとうございます。